こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。内窓の公開、ちょい明けは、by 富和美さんからいただきました。ありがとうございます。お知らせです。リフォナビライブラリー4つのカテゴリー、見るべき動画の順番、LINE 登録してもらうと、トップ画面にこんな形で入ってきますので、ぜひこちら、進め方、選ぶ、知る、探し方、こういった内容をぜひ、リフォームの方でのリフォナビでご活用いただければと思います。業者の探し方、ポイント、押さえてくださいね。リフォームの卒論作り。山さん、こんばんは。先日のライブのミセス J さんからの、卒論以来、そう、オフ会、ライブ、いろいろ参加いただいているこの富和美さんですが、今日の動画では素敵すぎる、ミセス J さんの卒論発表、昨日の動画ですね、何度も見ました。私にも小テスト、コメント的な話も上がったので、その後もずーっと頭の隅から離れず考えてますが、なかなか私の卒論、小テスト書けない。何をどう書いたらいいか悩み中です。まあ、まずはもう心の声を素直に。まあ、こういう文章だけでもいいんですからね。ということで、内窓のちょい明け対策が、とりあえず、サシさんのインスタを、遡ってみたり、営業チャンネルも登録して何度も見てますので、ごめんなさい。今日はようやく内窓4箇所のビフォーアフターのちょい明け。そう。ちょっとこう、内窓がね、ちょい明けできなくて困ってた。富和美さん。取り付けが完成したのと、そしてレンジフードのフィルター動画を見て、私も取り付け、田舎気になった一人で、ノンフィルタータイプなんですが、山さんの助言も流れていたので、やはり、設置を決意。ああ、なるほど。ノンフィルターを使い捨てフィルター貼るっていうね。その小ネタをシェアします。ありがとうございます。ビフォーアフター、ちょい明けは、ガラス施工業者さんが見つけてくださったそうですが、当日キッチン小窓の網戸に予想以上の時間がかかり、名前などは聞けず、おしまいになりました。ビフォーアフターに送りますね、ということで。内窓、ちょい明け動画で撮りました。これね、ショート動画、まだこちらの方、コメント欄にも貼ってきますね。窓枠の側の横幅の長さ分スライドするので、最大90度まで開くようですが、私は多分その半分の45度ぐらいの仕様になるかな。心地いい季節に使うのが今から楽しみです。ということで、ただキッチン網戸の入れ替えで、内窓上部の部材に傷がついていたそうで、この部分を再取り替え、あらら、我が家リフォーム完了はあと10日ほど先延ばしとなりました。これね。なので、タトゥーさんが我が家に来訪される際は、大層頭が低く、いつもお詫びばかりされてます。いや、気持ちわかるです。だから笑ってばかりです。ごめんなさいって。いやいや、もうでも、これ今回のね、内容が本当に役立つ内容でシェアいただいたかと思います。インスタでも取り上げてます。サチのリフォナビ知らなかった内窓公開の理由ということで、この、まあ、実際にですね、今までちょっと開けて使えた、この滑り出しの。で、これが、内窓つけると、片開きになって、でここレンジフードあるから開けっぱなしなんかできない。室内の窓に開くからこそ換気がしづらい。開けた窓、内窓が邪魔。さらにはこれ別のところ、脱衣場ですか？トイレでしょうか？トイレの窓に内窓を設置すると、確かに同じように内窓にすると、ここ、手前のカウンターに物を置くと内窓開けられない。カウンターには物を置けない。これ困りますよね。さらにこれお風呂ですね。狭い空間だと圧迫感、滑り出し窓でちょい開け換気がこれもできない。お風呂がちょっと狭くなった印象。そして内窓を開けた時の圧迫感。これも気になります。内窓の公開、ちょい開けはこちら改善できたんでしょうか？ドン。お、なんか上にステーがついてますね。ちょい開け、止まってますね。前はこれガラーンと開いていったんですよね。窓と外窓や網戸にも干渉せず、間に取り付けです。おー。これは素晴らしい。これ、商品知りたいですね。ぜひちょっと確認できたら教えてもらいたいな。枠の上部にスッキリと入りました。これ困ってる方いらっしゃるんじゃないですか？同じようなね。狭い角度もいけます。いや、いけてますね。いや、ちょい開けいけてますよ。念のためにクッション材も貼ってもらいました。これ担当者さん。もう担当者さん、これ、私これ持ってます。大丈夫ですってね。お風呂の窓にも設置いたしました。いや、バッチシじゃないですか。こちらもちょい開け、狭い角度、OK です。OK ですね。これいいですね。これ、ちょっと、ますますこのステイ、ちょっとお時間かかってもいいんで、お待ちしております。これ多分同じように悩む方いらっしゃいますね。そして、他の動画で見たノンフィルターにフィルターを貼る。こちらはとうとうスーパークリーンフード、フィルターレスタイプ。フィルターレスだからフィルターの掃除しないでいいんですよって言うけど、ファンのお掃除あるじゃないですか。その内部の中に油溜まるの嫌じゃないですかね。これ多分メーカー見たら、それ言われちゃうと思っちゃうかもしれませんが、そう。だから、こういった形で、使い捨てフィルター、マグネットでポンポンと貼って、この中に
まあ、ケーシングがあって、この中にファンが入ってますんで、結局使い捨てフィルター貼っちゃえばそれでいいわけで、ファン汚す必要ないですよね。フィルターレスに、フィルター貼っちゃいました。この使い捨てフィルター、おすすめ、しっかりしてます。いや、確かに見た時にしっかり感あって、その、いわゆるホームセンターとかで売ってる、まあ、100均とかにあるような、あんなものじゃないですよね、これね。スターフィルター、このフィルター、テレビの情報番組を取り上げていたようです。そうそう、山さんも、スターフィルター、スペース、テレビとかやったら、なんか2つぐらい。だからエアコンのフィルターだったような感じでしたけどね。あの、有吉さんとかです。大きいサイズなので、枠なしで装着。おー、これね。マグネットできますもんね。縦横、通常厚さミリ単位でご確認して、これに貼れるかなっていうのがあったんですが、フィルターレスのタイプや枠が合わない場合は、マグネットでご使用いただけます。開口部のサイズより5センチ程度大きめのフィルターをお選びください。だから真ん中のところにね、ケーシングが、あるようなファンがありますが、そこのところより覆いかぶさるように、このフィルターレスタイプの場合は、マグネット取り付け。つまりですよ。こういうふうに書いてあるってことは、みんなフィルターレスのタイプでこれどんどんつけてるっていうことなんで、ご安心いただいて、ご活用いただければと思います。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブック、日本ナビマップに沿って1番から7番。この羅針盤を使いながら記入例を書いてチェックシート、ぜひこちらもご活用ください。知っておくべき大切なこと、日本ブルー77点にぜひこちらもゲットです。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックでした。オフ会おすすめです。まさに今日の富和美さん。オフ会にも出ていただいて、こういうね、声、生の声、同じ悩み、他の人の質問、YouTube で言えない話、個別アドバイスしております。まずは、LINE 登録で定期的にプレゼント配信します。ぜひこちらの方、ゲットしてみてください。今日お届けしたのは、内窓、こちら途中で止まらない、こちらの方が、ついに完成しましたら、あと10日あるみたいですね。炭治郎さん、またお越しになるということでしょう。いきますよ。せーの。必ず、できる。いってらっしゃい。フィルターレスにフィルター貼る。メーカーさん見てますか？